はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は見せた新潟川崎激化そしてフロンターレ暫定10位転落ということで今回新潟と川崎のゲームの、えー、マッチレビューですねやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで新潟ホームで川崎激化 いやー見ていてレベルが高い本当にハイレベルな、えー、ゲーム内容でございますとこの試合の、えー、振り返りやっていこうと思ってんですけどもさあちょっと新潟の、えー、勢い止まらずまあ、暫定2位ということでね今後の新潟どこまで行くかどうか注目ですけどもねさあ、えー、この試合の振り返りやっていきましょうよろしくお願いいたしますということでまず試合がこちらですね 新潟、川崎1-0ということで、伊藤良太郎のゴール。いやーね、まあ僕は裏列サポーターなんですけどもね、えー、彼がこんだけ新潟で輝いて、えー、くれている、まあ本当新潟がね、あの伊藤良太郎、なかなか裏列では、えー、活躍できなかった伊藤良太郎、こんだけ、えーね、育て上げてくれて,っている、本当嬉しいとこにはなってきますけれども、いやー次でもね、裏戦なんですよね。次、我々裏列をこの新潟とやるわけなんで、この伊藤良太郎、 まあ改めて今年のキーマンここをどうされるかというのはー感じましたね、本当に素晴らしい活躍え見せておりますけどさえこの試合の振り返りをもうちょっとやっていきましょう。こちら え左に出しているのはこの試合の両チームスターティングメンバーですけれどもねいやー川崎は山村選手あれ怪我じゃなければいいですけどちょっと今のところまだえ分かってないんですけれども,もまあ怪我じゃなければいい最終ラインちょっと緊急事態がえ続いていますんで今後ねどうなるかどうかえただ大島選手はちょっと負傷での交代なんで中盤の選手今後どうするかというのもちょっと問題にはなってきそうですけれどもねでえ対する新潟はご覧のメンバーですね 前回と違うなトーマス・デン選手が先発に入ったぐらいで他は変更なしというのが新潟ですね。で、えー、川崎のこう守備のミスを誘うプレーがうまかったですね。新潟、本当プレスがハマってました。こうハイプレスでもちろん行くんだけど行くとこ行かないところの使い分けですね、緩急つけた、えー、プレス、本当ハイプレス、ハイプレスだけじゃなくてこう緩急つけた、えー、この守備のやり方とかも見ているそうですけれどもねいや、本当素晴らしいものがあります。 がが、えー、なかかった気しししますがしかしそれででも最後、えー、精度を書くとということで宮代大勢、僕は期待しているんですけどもね、うん、宮代大勢、なかなか苦しい時期、今山田選手が途中から入ったとかしているんで、ちょっと川崎はね前線の組み合わせ、えー、今後、再考する必要があるかもしれません、宮代、ね、本当僕は好きな選手、彼が10代から、えー、追いかけている選手なんでね、ねこの J1 川崎で、えー、爆発してほしいところですけども、ちょっとまだそこまではいっています で先制点のところもそうですけれどもね、まあ、しっかりプレスをかけておいて川崎からボール、えー、奪うとか本当川崎のミスが、ね、この試合多かったというか、えー、川崎のミスを誘発するようなプレスをうまいことかけてましたね、まあ、仮にこうプレスをかけて剥がされてしまってもその後のボールをしっかり回収することができていたので新潟からしだらですけれどもねボールを仮に奪えなくてもその先の選手がしっかり対応してくれるちゅう本当連動した動きをかけることができたからこそこの川崎を 結果、まあ、することにつながったんじゃなかろうかというところで、まあ、伊藤遼太郎、えー、間違いなく新潟の鍵ですよね、まあ、個人的な J2MVP は去年、僕、小川光輝じゃなくて、えー、伊藤遼太郎で生放送でも行っていたんですけどもね、えー、昨年の、ね、J2 の青図を生放送、えー、したときに、僕は伊藤遼太郎が今年、昨年ですけどもね、の、まあ、MVP じゃないか、9ゴール、10アシストぐらい、確か、えー、決めているんですね、J2 でですけどもね、えー、正直僕の中の J2MVP はいまだにね、伊藤遼太郎 なんですけれどもね、まあ、その伊藤遼太郎がまニアに蹴り込んで先制点ということで本当にね血を這うようなシュートでしたけれどもね、えー、あれを決める、まあ、伊藤遼太郎らしい積極性ある、えー、シュート診断じゃなかろうかというところですよね。<music> まあだから新潟からしたらボールを持っても、えー、うまいこと運ぶことができていましたし川崎がボールを持っている時間帯でもしっかりそこ守備と我慢して、ね、特にコウ選手が効いてますよね、コウ選手のディフェンスが本当に効いていて、まあ、この選手ね、ね J2 では本当、もうやることねえだろうちいう選手でね、まあ、ディフェンス能力が高い選手にはなってきますし、聞きさち能力が高い選手にはなってきますがこの選手が抜群に効いてましたね。えー、川崎ののシューートの跳ね返りとかどどんどんセカンドボールを回収して って言ってそこからチャンスに繋げるみたいなこともやっぱり多いんでこの試合だけじゃないですよねこの高選手がセカンドボール拾ってその後の二次攻撃とかに繋げていくみたいなところもそうですけれどもねほんとセカンドボールの予測とか上手い選手になってきますんでこの高選手が川崎をこんだけ封じるとは本当ねまあ正直高選手であればねそんだけのプレーはできるんだろうけれどもまさか川崎を本当にこの試合封じたのは僕は高選手はなかろうかと思ってるわけなんですけどもね。 で新潟、あとは水戸選手ですね、まあ、正直、伊藤亮太郎ばっかり言われていますけれども、もこの水戸選手の推進力もやっぱり相手にとって脅威です、あんだけ,あんだけボールを運んで、ね、怖いところに顔を出すことができる選手なので、まあ、水戸のこの推進力というのは本当に介ですよねで、鈴木選手のハードワーク、ですね1回、家永選手のクロスにこのセンターフォワードの鈴木選手がですけれどもね、えー、戻ってヘディングでクリアするみたいなシーンもあったんで、あれ、いつだったかな、多分後半の半ばぐらいかな。 ね、右で家永選手がボールを持ってそこでちょっと時間が、ね、できたんですけれどもねこの家永選手のクロスに対して、えーね、センターフォワードの鈴木浩二選手が戻ってヘディングでクリアするみたいなシーンもあったんでこの鈴木選手の守備での、えー、ハードワーク貢献度というのは相当高いですしね、まあ、ゴールまでファウルをもらうシーンもありましたし本当守備のスイッチ入れているのは、えー、間違いないんでファーストディフェンダーとしての鈴木浩二という男これは次の裏戦でも要警戒選手にはなってきますね。 で、まあ、さっき言った次は浦和戦ということで、この浦和戦に関しては同時視聴生放送を、えー、やっていきます、まあ、同時視聴生放送なんで、えー、僕は浦和レッズサポーターなんで、もちろん浦和レッズ目線でえ生放送するんですけどもね、でその浦和戦に向けて、ちょっと新潟の解説動画って言ったら、ちょっと大げさで、僕もそんなねサッカーは詳しくないですね、本当、こうやって偉そうに話してますけど、本当、ド素人のサッカー好きのおじさんなんで、そんな詳しくはないんだけども、新潟のこの4試合見たイメージでですけどもね、えー 解説動画的なことをやってどっちかっていうと、まあ、新潟サポーターさん向けというか、ね、裏列サポーター向けの動画には、えー、なるんじゃなかろうかと、プレビュー動画とまた別にはなるんですけど、まあ、月曜、火曜、水曜、まあ、火曜か水曜ぐらいね、えー、新潟こんなチームですみたいな動画を、えー、作ろうとは思っていますんで、いや、ほ、ねうんね、それぐらいちょっと、今の新潟というのは魅力的ですし、怖いなってのは、えー、あります。まあ、正直言うと僕は、新潟は準予想の時には、まあ、もしかしたらこう残留争いグループ のところに属するんじゃないかという予想はしていたんですけれども、今んところその気配は全くないんで、僕はもう土下座する準備だけとりあえずしておこうかなと思ってますけれどもね、で、川崎は現在暫定10位なんですね、で暫定10位なんだけれども、あした、J1 でっ多く試合が残っているんですよね、で、明日の結果次第では相当下まで落ちるんじゃなかろうかというところですよね、勝ち点差的には最大でだから、 今川崎が勝ち点4なんでまあ15位とか16位とかえその辺まで落ちる可能性もなきにしもあらずこれはちょっと対戦相手とのカードのえー組み合わせにもよるんでまあそこまで落ちることはないと思うんですけどもしかしまあ10位から明日終わった時点で11位とか12位とかまでえ落ちる可能性はあるんでちょっとねただちょっと川崎はやっぱさっきも言って 言った通りけが、ね、っと怪我人が多いんで、打つ手なしというか、打つ手なしというか、多分そこは戦術でうまいことカバーできるチームではあると思うんですけれども、もしかし、こう人ですよね人を変えてなんとかするというのが難しい状況にあるんで、鬼、まあ、木監督が次、どういう一手を打ってくるか、ちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもね。はい えー、ということで、今回以上でございます。ね、まあ途中でも言いましたけれどもね、えー、次のウラレッツ VS 新潟戦は同時視聴生放送を、えー、やりますのでよかったらよろしくお願いいたします。ということで、ちょっと新潟、新潟、新潟でだから暫定2位にはなっていますんで、ちょっとどこまで行くかどうか非常に注目して見ていこうと思ってます。はい。でいうことで、バルムポテージェルサッカーチャンネルのツツンでよかったらチャンネルでございます。さら。